というミュージックスクールギター講師の山田です。今回の講座は、ボイシングについて一歩発展をさせてみたいなと思います。どのように、行動を積み上げているかというところですね。さまざまな考え方があると思いますが、私の考え方の一つをご紹介したいと思います。ではどうぞ。それではレッスンの方を始めたいと思います。コードなんですが、まず大きく分けて私は4種類に分類をしています。まずはブロックコードと呼ばれるものですね。よく、教本とかに書いてあるようなものかなと思いますね。じゃあ種別の違うものでどんなものがあるかと言いますと、例えば、ヨド体積コードですね。ヨドを中心に積み上げていく、見られそうと積んだような感じですね。はい、こういった C メジャー7ですね。あとは2度を含んだコード、例えば C とドをつけたものですね。はい、こういったものは、クラスターコードとして、把握をしています。もちろんそれ以外にも、例えばオープンな、開放弦を中に取り入れてしまったものですね。これもクラスターの一つなのかもしれないんですが、開放弦を使ったコードというのは、あまりこう平行移動することができないので、それはまた別で、捉えています。はい、そういった考え方がまず、ありますね。で、さらにそこからアッパーストラクチャーという考え方があります。以前こちらにストラクチャートライアドの、こちらはソロの演奏方法なんですが、一例をちょっとご紹介した時があったんですが、アッパーストラクチャーのコードを、使っていきます。例えば、C のコードがドミソのトライアドですね。はい、これが、C の上に乗ったら、これで C ですね。はい、で、D のトライアドが C の上に乗ったらどうなる。例えば E のトライアドが乗ったらドに、はい、オーキュメントのトライアドですね。はい、こういった感じで、上に何かを乗せていくということなんですが、いろいろ試した結果、私の中ではメジャーとマイナーのトライアドだけで十分だったんですね。というのは、オーキュメントのトライアドを乗せてしまうと、サウンド自体が全てオーキュメントの雰囲気になってしまうような気がするんですね。ディミニッシュのトライアドを乗せるとやっぱりディミニッシュのサウンドがしてしまうんですね。ということで、私は長い間アッパーストラクチャートライアドはメジャーとマイナーに限定して、いろいろなところで、使っていました。で、その次に私がどのように発展させたかなんですが、3度のインターバルを省いていったんですね。はい、3度のインターバルというのはやっぱり明るさ暗さというのを出していくと思うんですが、トライアドといってもヨドを中心に組み上げたトライアドではどうだろうかというふうに考えました。例えば、3つかなり重いコードですね。ラ・レ・ソーと弾いているんですが、これ、サス・サムですね。はい、ヨドばっかりで積んでいるという感じですね。はい、このハーモニーを、展開していくと、サス2というコードとサス4というコード、あとはセブンスサス4という音ですね。例えば実際に、見ていきますと、ラーレーソーという音。はい、裏から考えたときはセブンスサス4ですね。サスの音とサス4の音と、セブンスの音があります。で、レから考えたときは、レーソーとラーという。で、これサス4トライアドですね。で、ソから考えたときはソーラーレという感じでサス2のトライアド、この3つのトライアドが生まれます。そんなトライアドを、コードのボイシングの中に入れていこうと試みました。はい、例えばこのラレーソーという形もラの音を、オクターブ上に展開して、レーソーラーという形ですね。はい、さらにソーラーレーというで、さらにラレーソーという形を弾いてみると、ここにヨド体積が出来上がってるんですね。ヨド体積なのか、
のインターバルとと4度のインターバルですね。で、ベース4度のインターバルと2度のインターバル、はい、これらは全てこの1本のサスというコードから生まれているんですね。はい、サス2、サス4、セブンス、サス4、この3つですね。はい、もちろんこれを、横に動いていくような感じでという形ですね。という形で、レソラという形とソラレという形とラレソという形ですね。と考えることもできますし、1弦まで入れればマイナス7フラット13というコードで考えることもできるんですけど、私のコードの出どころはやっぱりそこではなくて、こうマイナーのサウンドではなくてあくまでサスのサウンドという意識で使っています。これもグループですね。レソラというものが、はい、取っているグループですね。で、thank you.
昔作った曲、もう10年以上前に作った曲なんですが、はい、こんな曲があります。これ、セブンスワンダーという曲、七不思議と七拍子をかけて作ったものなんですけど、ドレソーというサス2ハーモニーに対して上のベースが、低音弦のベースの音がいろんなサウンドに切り替わっていくという感じですね。はい、そういう、面白さをちょっと狙ってみたのかなという感じなんですけど、はい、よく作ってますね。Em minor A7 B major ですね。B major というような感じで、これで一応、Em minor になってるかな。そんなハーモニーを、ソロにも、伴奏にも応用させようとしています。はい、いかがでしたでしょうか。コードというのは本当にものすごく、まだまだ押さえたことないものがたくさんあるような感じに思えるんですが、大切なのはちょっと小さなことに気づけることですね。こんなのはどうかなっていうものを、広げていくということですね。例えば今日ご紹介した中には、サス2トライアド、サス4トライアド、セブンスサス4のトライアドというものがあったと思うんですが、ソードファーで G セブンスサス4トライアドですね。はい、なんですが、例えば、G サスセブンスサス2トライアドなんていうのはないんですかみたいな、そういったところに、疑問を抱いていただいて、ソラファコードの中に、投入していただくような感じですね。なんかすごく素敵なサウンドだなと思いますね。はい、とことん、追求してみていただけたらいいんじゃないかなと思います。それではまた次回講座をお楽しみください。ありがとうございました。Thank you.
Thank you.